はようございます、今日も城ヶ島に来ました。にゃんたさんが一緒ですね。まあ、この時間は真っ暗でね、よく見えないとは思うんですけど、この釜島浦って呼ばれる場所ですね。まあ、少し寒くなってきましたけど、頑張ってやってみたいと思います。午前7時です。すっかり夜も明けたんでですね、メジナを狙って深瀬釣り始めたいと思います。風もあるので水中機を使った仕掛けになってます。針がグレーバリの4号、ハリスが 1.7 号、一広半、誘導が一広、明かり行きが B、水中機が 2B、 こんな仕掛けですね。餌ないぞ。当たった。まあ、当たりましたね。あれ、なんかいるな。浅い棚にいるのかな、何かが。お、ジュニさん釣った。メジナ。お、当たりましたね。あれ当たりですね。当たりだと思うんだけどな。来た。なんだこれ。あれ。ちょっと。なにこれ。このサイズ、こんなサイズのコッパメジナが釣れました。ちょっとジョニーさんのちょっとメジナ見せてもらっていいですか。お、でかいよこれ。何センチぐらいだったんですか今。37? はい。その西の入りのワンドの方、あそこの竿1本前ぐらいです。あれ、棚どれぐらいでした？一広。あ、やっぱそうだよね、浅いんだね。二広で行ったら餌取られるんですけど、当たりがなくて。なるほど。で、誘導をちょっとずつ減らして、一広にしたらパコン来ました。おお。おめでとうございます。ありがとうございます。仲間が今メジナを釣ったんですけどね、一広ぐらいの棚で釣れたっていうので仕掛けを変えました。ハリスは、まあ、そのまま一広半取ってあるんですけども、浮きを00号に変えてこれでやってみたいと思いますね。やっぱり食い気のあるメジナは浮いてるんですね。やっぱ餌が取られるんだったら棚は浅くした方がいいですよね。まあ、その下に大きなものがいるかどうかは別としても、まず何が餌取ってるかっていうのは分からないとどうしようもないですもんね。取られますね、餌ね。なんか当たってるな。もう一度仕掛け、手を加えてみます。直結してハリスの中に浮き入れましょうね。ここで今直結してて、これハリスの中に今浮きを入れました。針から浮きゴムまでの距離は一広ないぐらいですね。矢引きちょっとぐらい。来た。
迷子じゃなかったら嬉しい。メジナ来い。よし、メジナだ。でかいっすよ、これ。サイズ測ってみますね。やっぱあっさいです。これヤビキぐらいですよ。ヤビキぐらいです。もう一拾入れるともう餌が残ってないですもんね。38ですね。おお、38センチ。この辺のモヤモヤしたところを狙ってみましょう。ちょっと怪しそうなところ、よし、当たり。スズメダイがいますね。ニャンタさんはボラかな。ボラがかかったみたいですね。でっか。ニャンタさんもついに釣りました。あー、いい方。32。おお、体高があるよね。はい、いいですね。バッチリです。おめでとうございます。ひとひろぐらいで当たったっていうことなので、人気のある魚はちゃんと上まで浮いてくるんですね、まだね。よし来た。メジナかな。そんなに大きくないですけどね。あ、メジナだったな。今切れた。しかも高切れ。
下だよね。すげえよこれ。すごい引く。久々にボラが来ました。でっかい、でっかいの上がってきた。よっしゃ、行った。入りました。でっかいな、これ。サイズがあれかな。持って帰ろうかな。これ多分30ないですね。30ない。20、28。塩焼きサイズを持って帰りましょう。ぐらいの当たりで持っていくのはあのサイズかもわからないですね。さすれたいいサイズのメジナはそんな勢いがいいわけでもなかったですからね。あ、当たった当たった。当たってんだけどな。あの鳥ダメだよ、マスコイから。話し合うよね。触ったんですけどね。通りダメだよ、危ないよ。あんたこれあのコマセにパン粉を混ぜてるからっていうのもあるんですよね。自分の責任でもあるんだよな。ボラがいる。厄介だな。よし、当たりです。当たりました。よし、乗った。ロロロロロロ、相棒じゃないよね。相棒だ。相棒ですね。強いやつ。
出た。強いやつでした。ハリハズレ。ダメだね。変えましょう。針を爪に立ててみて、こうやってスルスルこう滑るようではもうダメですね。もうすぐに針を変えます。あれ、左に流れてた潮が止まりましたね。そう、残ってる潮、残ってますね、餌ね。ほら、魚って素直ですね。こうやって潮が止まると何も食わなくなった。サイズの当たりが一番気持ちいいぐらい走っていきますね。ああ、30ないや。29センチ。やっと帰ります。もうやめときましょう。いよいよ危険になってきました。さっきやってた釣り座が波をかぶり始めたんでですね、場所を少し移動しました。まあ、さっきやってたのもすぐそこなんですけどね、ちょっとここでやってみましょう。叩いてんな、これ。何これ、あれだかな。お、メジナだ。ありました。振り上がる、この時ちょっとタモ入れよう。よいしょ。30あるなしぐらいですね。ちょっと測ってみますね。よし、水菜っぽいな。水菜だよね。28センチですね。持って帰りますか、思い切って。